ちゃんが楽譜も読まれへん種類やけど、私も読みます。そんなね、いいなと思う曲と聴いてくれあれ。なんか弾きましょうか。うん。何がいい？聞かせて。何がいいって。曲の名前から何まで覚えよういう気はない。なかって聞いとったわっていう。なるほど。せやからここ。じゃあ一応有名な演歌でも行きましょうか。いや演歌なの。おばちゃん。何がいい？歌謡曲でいい。歌謡曲がいい。うん。何がいいかな。素直な。元気が出る。元気が出る歌。おばちゃんですか。クラシックは弾かない。クラシックもまあいろいろ弾きはるから。いやクラシックは弾かない。私我流でやってるんで。我流でしてるからね。クラシックはダメ。またクラシック。あクラシック。私はやつやるでしょ。弾くの弾きたい。ああそういうことです。そうだよ。私も弾き反応みたいな。それはちょっとあんまり。Thank you.
男の人ははっきり言ってまだね、はっきり親が昭和の親、そうでしょ、うん、今の奥からでもようわかりますよ、帽子だからね、衣装でね、うん、あ、これはただものではない、あ、まあ、こう見えても私も60代ですから、あ、そうですか、はっきり言うとジジイですから、で、結構こういうのでちょっと作ってるだけで、なるほど、いや、でもね、で、ここ来んない、あなたこういうことしてはることは細胞の中にね、そのこの方が言うてはる年に入ってんの、ああそうなんだ、それを発表しちゃう、なるほど、あれはどうですか、リチャード・クレーダーマン、あ、懐かしいですね、昔流行ったでしょ、懐かしい懐かしい、そっ、いい、そっから、そっから始まった、あ、やってください、真似で、真似から、えらいもんやね、ちょっと弾いてみましょう、懐かしいね、好きやったわ、よかったね、裸の心いきましょう。Thank you.
頑張ります。